小ご町は埼玉県のほぼ中央に位置し、入間郡に属する町。人口は約1万千人。関東三大梅林の一つである、おごせ梅林を有する。小ごを、小ごと読む、難読地名であるが、その由来は諸説あるものの、この地が関東平野の生誕で秩父山地に接しているために、秩父地方との往来は尾根を越していかねばならず、その、尾根越しが、 おごしとなり、それがやがて、おごせと変化したと言われている。また、柳田国雄も次のように述べている。埼玉県入間郡おごせ町、群馬県殿郡赤城村、おごせなどの例は、むしろ峰越の意味ではあるまいか。地性も、峰越の方が、ふさわしいように思われる。柳田国雄、山の神とおこうぜね因学書院、1936。 ピアニッシモ、102から103。江戸時代から、おごせ梅林に表されるように、果樹生産、加工業が盛んである。西入間警察署管轄市外局番は、町内全域が049。市内局番がネックスエックスの地域との通話は、市内通話料金で利用可能。収容局は、おごせ局のみ。 郵便番号は、町内全域が350から 04XX である。中心となる駅、小瀬駅かつて、東町には東部バスの車庫が存在したが、1977年に、坂戸市に移転して、川越営業所坂戸出張所となった。タクシーの営業区域は、県南西部交通圏。高速道路は町内を通っていないが、鶴ヶ島市にある、県央道。 県王鶴ヶ島インターチェンジの出口標識が鶴ヶ島小せとなっている。小瀬梅林黒山、三滝1996年に町民の7割にあたる8,800名の集団感染事件が発生した。これは、町営水道の消毒が不完全であったため、クリプトスポリジウム原虫が水道水に混入したためである。 なお、この言中は、オッペガー上流において人由来により混入したことが示唆されているものの、具体的な混入地点が特定されたという情報は確認されていない。ありがとうございます。